どうも石井です。さあ、本日の階段を浴びる会は僕が見てるチャンネルの主が来ました。最高です。スタッフさんが2人いるんですけども、この人ら馬面ビデオのスタッフかって思ったらになります。中ゅうで紹介しましょう。ゲストはこの方です。はい、どうもお待たです。よろしくお願いします。お願いします。 ありがとうございますありがとうございます呼んでいただいてありがとうございますいやまさかのまさか出てもらえると思ってなかったからいやまさか呼んでもらえるとはいやいやいや僕がだから X とかでフォローしちゃったんですよねフォローしちゃったってんですかそれ隠れてたんですよあそうなんですかチャンネル登録も自分のチャンネルのアカウントじゃなくて個人アカウントでフォローしてるしちゃんとファンじゃないですかちゃんとファン面白いもうだから56年前の マンホールにゴキブリ動画とかも見てますし都心寿ユー m a も見てますし、はい、だからなんかルーティン化してるぐらい見てたんですよマジっすかで、まあ、今日、えー、来ていただくってなった時に、はい、もう何でもいいですと、うん、お気に入りの怖い怖いなーっていう話をしてもらいたいと <laughs>、はい、で僕はいろいろパート見返したんですけど、うん、YouTube って結局内容忘れるじゃないですか忘れますね見たら見たで、はい、しかも8分とかやから、うん で、今回はちょっとロングで撮らせていただきまして、なるほど今回ですね、馬、はい、マラビデオさんと、うんえー、コラボということで、私も馬、はい、マラビデオさんで喋、えー、らせていただいてますので、はい、そちらもチェックお願いしたいんですけども、うち弱小でやらせてもらってまして、っ、うん、<の>ってらっしゃるいえ 階段を浴びる会というま階段と言っても、まあ、お化けだけではなくひと怖不思議、うんえー、自分の人生の中で一番怖いなと思った話を皆様にしていただくんですけども幾多、はいまあの動画を出されてるし、はい、ご自身のいろんな怖いなと思う体験をちょっと今日喋っていただきたいな,なか,、ねはい、分かりました感じないですかぜぜひぜひ ちょっと早速本題に入るのもあれなんですけどもともとは,い、はなんでこの、うん、なんていうんですかね角度のあるというかうん,うん鋭利なコンテンツを出し出したんですか<の>香ばしい話ってことですよね香ばしい香ばしいまあだいぶ香ばしいですけどもこれあれなんですよねま,まずその都市伝説をやり始めたのが、はい、まあ当時結構伸び悩んでてチャンネル的には、はい、伸び悩んでてもともと都市伝説は好きだったんで当時その 一度立ち入ったら二度と出てこれない北センチネル島っていうのがちょっと話題になったんですよあこんな面白い島あるんだと思ってそれ紹介したらパコン跳ねてあれ面白かったなこれいけるのかと思って。 なるほどまたちょっと都市伝説2本目出したそれもポーン伸びては<ー>そっから味を締めちゃってなるほどそっからもうずーっと毎日もう今6年目ぐらいから毎日ずーっと都市伝説を上げてるんですよあじゃあもしそのあれが跳ねんかったら、うん、今の馬面ビデオはないってことなんですかないですね僕もだから普通に今会社員やってたかもしれないですそうなんですねそうなんですよで結局そのいろ都市伝説をやっていく中で、うん、まあ今最近でこそねその今の世界情勢とかはいちょっとこう尖ってるような,危ないっす,よ話するじゃないですか、はい これ話し始めた理由っていうのは、もうやり尽くしちゃったんです、都市伝説。はあ、もう毎日上げてるんで、はあ、もうなんか、話の話題になりそうなやつは、だいぶやってしまってるっていうのもあるし、だからもう、必然的にこの今の、まあ、いわゆる陰謀論って世間で言われちゃうような話を、はい、なるべく紹介していく形になっちゃった、ね、なるほど。うーんと、まあ、うちのチャンネルはなかなか陰謀論とか、うんうん、あと、都市伝説っていうのあんまり扱って、

っ、うん、くくだけで、はい、ででであとと何も大丈夫ですあですか <laughs> ちょっとおまかするので今日はもうね、あのー、どちらかというといつもようなそういう尖った陰謀論とかではなくてです、ねはい、僕ももともとやっぱその都市伝説は普通に好きだったのでいろいろロケとかも行かしてもらってるんですけ、はいまあ、事件現場行ったりとかあの実際にあった、まあ、未解決事件の現場とかいわく付きの土地とかそういうところもですね実は取材させていただいてることが結構ありまして、はい、ちょっとその中で体験したちょひとコアと。 まあ、心霊がなんか混ざってるような話うわめっちゃいい片手分ぐらい持ってるんですよ片手そういう話をってことは1本あたり12分でいくしかないなそうですねいや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 いう,うかなと思っていやいやいや全然あの <laughs> 動画内で喋ったやつでもいいですし <laughs> ちょっと個人の感想とかも踏まえて 2>,、はい、2人で喋った内容を買っていくと思いますよろしくお願いします、はい まずですね、はいえー、そうですね、これはあの日本で一番人を殺してるんじゃないかっていう男の話なんですけど、えどっちやろう、えーあのー、これ、僕ら、ね、有料会員の,あの限定であ、メンバーシップ限定で、はい、そういったいわ、まあ、くつきの土地だったりとか、未解決事件現場とかに、霊能者さんを一緒にお連れして、その本来はこういう説で、えー、その事件は収束してるんだけれども、霊的な視点で、 ちょっっとこう真相に迫るるみたたいな企画をやってたりすすんですよその時に訪れたとあるペットショップがあるんですけどここ1990年代前半にあの埼玉県愛,愛犬家連続殺人事件ってのがあったんですよ、まあ、これ冷たい熱帯魚のモデルになったまさにそうです、はい、あの有名なあの夫婦がねこうその遺体なき殺人というか、うん、まあ証拠が残らないうん、うん、え骨まで全部焼いてあの粉々にして砕いて。 えー、なかったこととにしてしてまうというい透明にしちゃえばいいんだよっていうフレーズが有名で,で、はい、あの骨に醤油かけるやつですよねそうですあの本当にこの今まで日本で起きた殺人事件の中でも非常にこう異常性が高い、うんまあ、事件と言われてまして、うんまあ、有名な話だとあの缶コーヒーを、ね、こういっぱい並べられて、はい、好きなの飲んでいいよって言ったらそのほとんどが毒,に毒が入っているっていうのが、まあ、有名な話なんですけどもその関連でちょっと僕ら実際その現場 これまだ普通に残ってるんですよえもうその、まあ、廃墟なんですけど<う>普通に残っておりまして、えー、で誰の私有地でもないっていうことになっててあの、まあ、一応行こうと思えば行ける場所なんですよ不法侵入にもならないんですよならないんですけれども許可を取ってい行くにはあの非常に、えー、なんていうかな、まあ、覚悟を持っていくべき場所ではあるんですね 実際そのペットショップっていうのはあの、まあ、アラスカン・マラミュートとかそういうちょっとこう大型犬というかはあ、はあ、ちょっとどど猛獣チックなペットを売ってたでそういうペットのブームの火付け役だったって言われてる場所なんですよ、はい、で実際僕らもその現場に霊能者さんを連れして行ったんですけれども、まあ、実際中入ってみるとすごいこうでっかい檻りがいまだにそのまま残ってたりとか。 まあここに恐らく猛獣がいいたたんだだろうなっていうなと感じだったりとかでなんかその霊能者さんは以前僕らと一緒に行く前にもそこに一人で行ってたことがあったらしくてその時は中とかも入れたらしいんですけどそこはやっぱその心霊スポットだって言って勘違いしていくやからが結構いたらしくて。その 窓に石投げて割っちゃったりとか、<ば>なんかそういうことをする人のせいで、私有地ではないんだけれども、私有地につき立ち入り禁止みたいな看板は今貼られてるんですよ。<ー>だから僕らもその建物内までは入れなかったんですけども、まあ、その庭みたいなところですよね、駐車場とかその辺あった場所をちょっとこう、うろうろこう、冷静させてもらいながら、あのー、散策させてもらったんですけれども、はい、そうしたらその、車が出てきたんですよ。普通に、でっかい捨てられた車が。<ー>もう見るからに怪しいじゃないですか。 例の,のさんにちょっとこれ練習してもらったら人が乗ってるともうそのよ要するにそこの車に、えー、遺体もしくは殺す人を入れて、えー、運んでた車が兵役でまだ残ってるんですよ。<laughs> そうなんですよ。でその,あのオーナーですよねその殺人鬼のオーナーはやっぱりそういう大型犬ってなると。 お金持ちだったりとか、あの、まあ、ある意味反社会勢力の方っていうのが顧客ですごい多かったらしいんですよ。うんうん、だから、そういうところで、まあ、後々こう面倒ごとに巻き込まれていって、まあ、口封じのためにいっぱい殺してたっていう話なんですよ。だから、おそらくそういう、まあ、反社系の人たちを、まあ、どかなんかで、こう、まあ、酩酊状態というか、意識を失わせて、うんうん、そのトランクに詰め込んで運んでたんじゃないかっていう、その。 実際、あの建物の中にもその遺体を燃やしてた焼却炉とかも普通に今残っていあ,あれ、あるんや。あります。はい、で、そのペットショップの他にも、群馬県のとある山奥に、そのいわゆる遺体を解体する場所を別に持ってたって言われてるんで、はいはい、まそこに運んでやってた可能性もあるし、はい、え実際、その後のペットショップで焼いてた可能性もあるらしいんですね、これ冷死した感じだと、はあうん。で、その砕いた骨を、あライオン飼ってたって言うんですよ、そのオーナーが。え いいんですかそんないやこれ本当にいいのかと思うじゃないですかでもライオンを飼ってたっていうのが僕近所の人たちに僕聞き込みをしたんですけど実際そうらしくてええー、でその砕いた骨をその餌の肉に混ぜて食べさせてたっていうんですよとんでもない事件なんですよ人骨を人骨ですええー、やっぱそうなんですよであの、まあ、そんなこんなでこういろウロウロしてたら急に僕はあの「おい!」ってすごい。 怒鳴られたような声が聞こえたんですよ、うんはい、わなんだこれ気持ち悪いと思って霊能者さんに言ったらなんか前にその霊能者さんが一人で来た時にもその建物を霊視した時になんか異常なほど怒ってる人のそう想念とかそういうイメージが入ってきたらしいんですよ。はい、でまさかこれ、まあ、殺された人の怨念なのかなとかと思ってたらしいんですけども、はい、その後日知ったらあのちょうど。 その霊能者さんが一人で行く一ヶ月前に獄中止したらしいんですよ。そのあの犯人が。ははははで犯人が帰ってきてたらしいんですよ。その現場に霊視する観点で。<っ>ですっごい未だに何か知らないけど怒ってるらしくて。だもしかしははもしかしたら僕がその聞いたやつもははそのオーナーが未だにこう怒ってるそういう想念みたいなものがまだそこにあるのかなっていう。 残留思念っていうのがあるんじゃないかって話なんですよでいろ見ていくと当時のアルバムとかも普通にこう残ってたりとか結構そのまんまの状態で残ってるんですねアルバムっていうのは犯人とかの普通の写真普通の思い出の写真のようなものが普通に残ってたりとかして日記もあったかな確かとかな感じで色見ていくとでっかい冷蔵庫も置いてあったんですよすごい嫌な予感するじゃないですかもちろんもう開ける勇気とかなかったんですけども そこもあの霊視していただいたら一、まあ、人はここ入ってたねっていうその、まあ、おっさんが入ってたっていうことなんですけど、えーまあ、警察は絶対見,見たでしょうしね,うでねで中も絶対あらざらされてるから、はい、開けたところでやと思うんですけどそうですねで、まあ、その霊視の観点からとか、まあ、住民に聞き込みとかしながらもそうなんですけどいまだにもしかするとその敷地の、まあ、僕ら方が歩いてた地面の下ですよね、はい、ここにまだいっぱい埋まってんじゃないか っていう話なんですよだからいまだ取り壊されないんじゃないかっていう話なんですよああなるほどえ<っ>ううだってまあ何名が殺められたかわからない事件ですもんねそうなんですよだから本当もうどれぐらい死んでるかわからないんでまだ埋まってんじゃないかってことなんですけどで僕からこれ取材してる時にあのここにまあペットショップがあったら、うん、ここになんか自動車工場みたいなのがあったんですよ<う>隣にすぐ隣に<う>で撮影中ずっとその なんかバイクのエンジンとかを吹かされてなんかすごい妨害されてる感じをずっと受けてたんですよ、はあ、で明らかにその働いてる工場の人を見ると一般人ではないような見た目をされてるんですようん反社会的な,的な感じをちょっと受けたんですね、はあ、日本の方なんですか一応日本の方だったと思いますはあ、はあ、だけど、まあ、明らかにこれ妨害されてるしなんかちょっと怖いなと思って、まあ、すぐそこからちょっと撮影は断念してそこからいろいろ聞き込みをしてたんですけれども あのーそ,のまあ、そこに住んでらっしゃる老人の方とかにいろいろ聞いてみるとその犯人のオーナーは結構愛想がよくて近隣住民にはすごいこう親しく接してた人らしいんですよ。でその、まあ、田んぼの中にあるんですけれども、うん、そのペットショップの前の道は普通に小学生の通学路になってたと。ほ<う>うん で小学生にはすっごい愛想よく接してたらしいんですよああ缶コーヒー持ってきなとか<ー>なんかまあ分かんないですけどねそれ何入ってたお菓子食べるかみたいなそうなんですよすごいな近隣にはこう愛想よく接してたんですけどあまりの嗅いだことのないような匂いの悪臭がずっと立ち込めてたっていうんですよペットショップみたいなのを、うん、いやブリーダーですからうん、うん、そうですね。相当な匂いするじゃないですかはい いいいいつももの匂匂じゃなないいってことなんでですか、ね、いやでもその何買ってんだろうこの人たちっていうぐらいその、まあ、なんとなくペットショップの匂いとかって想像できるじゃないですか嗅、はい、いだことのない匂いがずっとしてたっていうんですよあ常習的にずっと,常習的にずっとうわなるほどそうなんですようわ絶対そう絶対もそういうことじゃないですかだって、ま、周りの人は言ってたって言いますもんねそう,ですそうです「あそこはもうや,やってるよ」って,って <laughs> でまあ結局その事件が発覚するちょっと前ぐらいから すごい見晴らしのいい場所にポツンと立ってるんで警察もそのすごい見張りをしやすかったっていうんですねその張り込みをしやすかったっていって、まあ、そのペットショップの向かいの方からずっと監視してたらしいんですよ警察ももう多分あいつ絶対黒だぞとずっと見てたっていうんですけどある時からその視界を遮るように工場ができたっていうんですようわそうなんですよ だからその事件が発覚する前のちょっと前ぐらいからその工場ができたらしくて警察の張り込みを妨害するかのようにその建物が建ったって言うんですよでもしかすると僕が今回あの撮影中に妨害してた妨害してきた連中というのはグルだったんじゃないかっていう話なんですよ大丈夫な,なこの話すごい怖いんですよだから。 だから行くにはあ絶対行かない方がいいって話なんですよ、うん、あそういうことやったんですねそうです行くには注意してくださいっていうのは,は残党っていう言い方は申し訳ないですけどもまあねどこまでの関連性があるか分かんないんですけどもその住人に聞き込んだ感じでは明らかに協力してるような印象を受けたわけですよねえつ聞き込みまでやってるんですかやりましたやりました もう本当おばあちゃんとかにもその,その辺普通に平気で散歩してるおばあちゃんとかいるんでまだえー、そちらの自動車工場に僕たち2人は迷惑かけるつもりは全くなくてですねですあくまでもこうなんじゃないかなっていう,う考察をしゃべっていただいて僕が聞いてるっていうことですよね,そう,すね、はい、そういうことですともはいっうやばいや <laughs> <laughs> 一発目からさ <laughs> から猟奇殺人なんですよ <laughs> そうっすよね <laughs> い,ろいろそういう現場とかをなんか取材させていただいてるんですけれども大体いいんかやっぱそういった反社会勢力のような人たちがやっぱ関わってることって結構多いんですよねその未解決事件ってされてるものって影ちらつくんですかちらつきますね まあ、この事件はむちゃくちゃ有名じゃないですか、はいまあ、概要というのはちょっともしかしたら文字で出てるとは思うんですけどエグいので、はい、あんまり動画で出す文字がそうです、ね、限られてくるのでほとんどの方知ってると思うんですけども、はい、あれぐらいでかい事件ってあんまないじゃないですかないですねうん、まあ、北九州の監禁のやつとか大阪、うん、ブリーダーズ 埼玉じゃなくて大阪の方でもこういう事件があったんですけどそれにまつわる体験談を持ってるト投稿者の方がいらっしゃってそれもめちゃくちゃ怖くてでもやっぱししまたもんね日本がそうですねちょっとやっぱでもちらつくんですねちらつきますねそういう反社会が何かそうですねこれから話す話とかにもつながってきたりするんですけど何か警察が証拠を取るよるんですか 隠蔽しちゃったとか捨てちゃったとか,なんか通常ではありえないようなことがなんか起こりえるんですよねそういった未開決事件のまあ捜査に関する話なんですけども、はあ、やっぱそういうなんだろうな証拠があるのに間違えてゴミと間違えて捨てちゃったとか平気であるんですよ、はあ。で実際これ僕もそのまた有料会員の話で申し訳ないんですけれども、はい。 そうですね、これは、まあ、女子大生がバラバラにされて殺人あのバラバラ殺人事件というのがあるんですけれどもあの、まあ、これはです、ねそうですね、詳細を言うとそのすごい複雑な家族関係の中で起きてしまった事件なんですけどもその女子大生の方は女優とかアイドルを死亡されている方だったんですね。はあで その兄貴がいるんですけども兄はその産老浪してて、まあ、大学ずっと振りたがってた老人生だったんですよでその兄にその女子大生が「まあ、ちょっと夢がないね」って言った結果その兄貴がじゃ逆上して,して殺してしまったっていう事件なんですよ、うん、であの,その家族の日記みたいなものも押収されてるんですけれどもなぜかその兄貴を擁護するような えー、印象を受け取れる内容がだからなぜかその何だろうなそのだからこう女子大殺された女子大生をなんかこうちょっとこう見放してるというかなんかすごいそのどんな家族関係なんだろうっていうのがすごい不信点として上がってくる事件なんですね。異常じゃないですかうん、うん、言ったら肉親をそんな我々にするっていうのはもう突発的にやったにしては。うん バラバラにする必要ないからそっち側擁護するってやっぱり超異常な関係ですけど、ね、異常なんですよである時そのバラあの兄貴がですね、うん、あの家族にあの「友達から観賞用のサメもらったんだけどそれ死んじゃって、えー、ちょっと臭いんだけど気にしないであの俺の部屋開けないで」って言ったんですよでもすっごいあまりのイシューでこれ家族もちょっとこれ,これたまったもんじゃないってことでその兄貴の部屋を開けたら 押入れの中になんか黒いポリ袋みたいなのが入っててそれを開けたら、まあ、その娘が、まあ、見るも無残な姿になってたっていうので発覚した事件ではあるんですよとんでもない悪臭を放ってたらしくてであの、まあ、そこの現場ももちろん霊能者さんにあその事件というのがそれこそその捜査中に血の付いた包丁とか衣服とかが見つかってるのにゴミと間違いで捨てちゃったっていうんですよ警察が。 そんなことあるって話じゃないですかむちゃくちゃ重要証拠じゃないですかそうですよだ結局そのせいでまあなんかそれ以上はよく分かってないというかまあ一応兄貴があのまあ捕まってもしかしたらもう出てこられてるかもしれない嘘、うん、そ,そうなんですよそんなことしてそんなことして んか本当よくわからない感じでふわっと終わらせられてる事件なんですけれども、まあ、そこも霊能者に練習していただいている途中になんかずっと黒い車が周りをうろうろしてきてあなんかこれこれもなんかそういうまあなん、まあ、こ,れこれ本当憶測ですけども警察もしくはそういった反社会的勢力とかがグルになってるんじゃないかという感じを受けたんですね。 なんかずっとなんか尾行されたしあちょっとこれ怖いなと思ってあの、まあ、それ以上の、まあ、練習はできなかったんですけどあのやっぱそういう凶悪事件が起こる場所って総合してものすごい土地が悪いんですよそもそもそこって知り合いが、まあ、不動産を探している時に、うんうん、そこは、はい、えー そのね、事件のところへ行ったら、はい、まあ、実家が、まあ、自営業を営んでると。うんうん、で、そこにお世話になってた、うん、えー、おば様がいらっしゃると。はい、で、土地を探してる A 君、うんえー、その、えー、自営業を営んでる事件が起きた家。うん、で、えー、B っていうおばさん、うん、B おばさんに、うんはい、あ、ここ行ってたんやうん、うんそ。そうなんや。こんな事件あってんや。今、土地探してて。つったら、 もうあそこ狙い目だよみたいな、はいはい、あの人の近辺の所有してる土地狙い目だよ、うん、みたいな、うん、今もう、はい、売り出さないとダメだからね、うん、みたいな結構周りの人たちはその事件に対して、はいうん、新聞に載ってないぐらい詳しかったみたいな、えーうん、なんかいろいろ僕は、えー、まあその話にちょっとそれるかもしれないですけどこういう家庭でこういう人やったっていうのが、うん 人いろんなグループで聞けば聞くほど話が違うみたいなのあるじゃないですか言うてるだけやみたいなうん、うん、結構一致してるみたいなあそう、ね、こんな内情やってんやでもその擁護した話犯人を擁護した話は初めて聞きました、はいはい、そうなんですよで、本当に異常性が高いし、まあ、なおかつ土地もよくないと土地がよくない土地がよくないですあのかの有名な大島テルさんの、はい あ,のサイトあるじゃないですか、はい、であれ見るとその、まあ、場所ちょっとぼかしますけどその大通りがすぐ近くに、うん、バーッと通ってるんですね、うん、その大通りにそうかのように炎がボボーッてたもう上ってるんですよあそこそうなんやでもこうやってるとあったかいですよお島輝星さんかここあったかいなっ,っ,てっいそれぐらい,いもうボーボー燃えてるんですよ炎が<ー>一直線に でこの一直線のそのまあぼわって燃えてる事故物件のところをこうやって見ていくとあの今とある地蔵村が建ってるんですよでこれもともと何があったかっていうとこの場所形状があったんですよもともと処形状でものすごい凶悪人極悪人ですね極悪人たちが集められるもう地獄みたいな 処刑場があった場所でしてで、まあ、彼らの,その処刑方法の中でも最もむごいものが牛先の刑っていうのがあるんです、ね、うわなんか聞いたことあるぞそれ本当ほんまにあんねんあれほんにあるんですよあのまあその死刑囚の、えー、獅子ですね両手両足こうやってやって牛に両方から引っ張らせるっていうこれが行われてたって言われてる場所でしてでそだかだここはそういった まあ過去の歴史があるのでいまだにやはりあそこら辺では交通事故が多発するって言われてるんですよで、まあ、その交通事故を収めるためというか交通安全っていう名目でその地蔵村が今建ってるんですけどなんかすごい異様な見た目してるんですよその地蔵村もなんて言えばいいんですかねなんかコンクリートのなんか三角形の屋んにこうやって覆われててなんかほん当三角形やってる地蔵村があって何、うん、かもうほん物々しい雰囲気も 出てるし、なんかす、すすごく気持ち悪いし、っていう、なんか、そのそういう雰囲気の場所があるんですけど、その地蔵村の、なんだろうこのに地蔵村があったら、はい、ここに、声優学校があるんですよ、今。ほ、はあ、うん。で、声優って、発声練習で、はい、あの、ウーオーアーエイとか、あの、ま、ああうあい<う>あの<う>、あおウエイオおみたいなことですかね。これ 浄化のノリトってて言われてるんですよ古代からずっと存在してるあの言霊みたいなもんなんですよはえー、だからもしかするとその声優の卵たちがまあなんか無意識化の中で、うんうん、その土地を今浄化させられてるんじゃないかっていう話なんですけどもう浄化せなあかんから、うん、たまたま作られて、はい、たまたま毎日のように声優を目指す男女が、うんはい 浄化作業してるみたいな,ないい自然の摂理みたいなことが起こってるですそうなんですよ面白そうでしょう、えー、あそこでもやばいんですねやばいや何か処刑所っていうのは聞いたことはあるんですけども、はい、そんなやっぱ多発してるんです多発してるんですよね,すよねへえ<ー>僕ら取材でいろいろ分かってきたとあることがあるんですけど、はい、そういう土地が悪い場所ってなぜか知らないですけどマイバスケットが絶対近くにあるっていう。 本当そうですよねそれこそだからいやマイバスケットが悪いんじゃなくてマイバスケットが多いから多いたまたまですけど確かにあそこら辺は多いですね毎回ありますねいやマイバスケットさんそれはそんな思ってないですよでもイオングループで巨大なもう次のコンビニって言われてますからねそうそうそうです あっても不思議じゃないですね不思議です最高ですよ最高です最高のお店ですけどね本当にうんアイスも豊富ですしねそうですよなんか見たことないビールとかも売ってるし見たことないビールビールとかも売ってるし味しいんですけどね美味しいです本当にいや本当にいいとこなんですけどねね決してそういうものがんか立ってるっていうのはねあるらしいですけれどもねそれなんか マイバスケット側から怒られへんかなそのたまたますもんねたまたますたまたます必ずでもなんか視界のこの端っこのようにんですよね <laughs> うんでもそうっすねあこら辺多いっすもんね <laughs> そうですそうですそうです、ね、でそこの道路を、まあ、つつっバーってずっと直線に行くとあの世田谷一家殺人事件の現場に直線でつながってるっていうえあそうなんですかそうなんですよ えあの通りそうその、あの通っていうか、まあ、そのライン上ですよねそのあライン上事件があったところとか地図上でまっすぐでそ,うその地蔵村とかあるところもずーっと行くとそうやっぱ未解決事件とか凶悪事件の場所にどうしてもつ繋がってくるというえー、じゃあその延長線上にあるところって、うん、まあ偶然にしてはでもえ,えげつないですもんねそうなんですよね。だからやっぱその過去の,その土地の何か言われみたいなものをなんか 深掘っていくと、やっぱそういった処刑場があったりとか、何か昔も凶悪事件が起きたりとか。なんかそれを結局なか時代を超えても、繰り返してるっていう。ことが、やっぱこれはなんか偶然にしては。うん、できすぎてるなって思っちゃうところありますよね。うん,う,んう,んうん。うん、そうっすよね。うん、偶然じゃないんちゃう、これはなんか土地とか関係あるんちゃうって。思っちゃいますよね。うんうんうん、そうなんですよね。 確かにそこの通り、うん、沿いのマンションに住まれてた先輩後輩同期うちのチャンネルで、うん、むちゃくちゃ体験します<ー>で体験談しゃべってますでめっちゃ似てるんですよ話の内容ああですかうん、まあ、霊道って呼ばれる霊が行き交う道の 戦場に建物があるからだと思うんですけども、うん、っていう入りでこういうの見ました、うん、こういうの見ましたがめっちゃ多い通りなんですよね <laughs>、はい、そうなんですよねあそこ本当大島てるはすごく優秀でやっぱ見るとあもうここ完全に冷凍だよねっていうのがやっぱ分かったりするんですよねあれは<ー>よく見ていくといやちょっと2つ,つ, 2> <え>つ続けてちょっと激,激重なんですけどす <laughs> これがまだ あるってことですかこうれ次のそうだな次の話が一番個人的にちょっとゾッとしたというかなんかもう視覚的にも怖いしなんかいろんな状況が重なってな怖ってなった話があるんですよえー、じゃあ一旦今日はここまでですけども、はい、引き続き、えー、お楽しみください未解決事件があるんですよ 事件現場があった場所の地下で、うん、小料理屋がいともなまれてるんですよえうわーあ出ましたね移転とかしてもいいわけじゃないですか、うん、でもずっとその場所でやられてる 吉居正夫の階段を浴びる会メンバーシップ始まりました収録後のアフタートークオフ会投稿会談の取材ラジオなどさまざまなコンテンツを考えております詳しくは概要欄にてお確かめくださいよろしくお願いしますぞ